お、早速こぼれてる。井森さんのファンの名称は何ですか？おー、すごいの来ましたね。裸顔でこれは飼育したくないなっていうのありますか？はい、こんにちは、井森です。いつもお世話になっております。そして、今回のカメラマンが石垣島くんです。いや、具志堅です。あ、具志堅か。最初から違うのか。いや、そりゃそうでしょ。そうか。なんで小声で具志堅って言ったの？バイオハザードみたいな。違うのか、そうか。沖縄県出身の具志堅ですか。いや、それはそうで、具志堅陽子さんは石垣島です。あ、そうなんだ。具志堅生徒は僕は本島ですよ。本島なんだ。行きたいんですか、石垣島に。あ、行きたい。まあ、いずれね、なんか具志堅が案内してもらって。知らないんだよ。一回も行ったことない。あ、ないんだ。伝説作っていこう。そうだ、忘れてた。あ、いや、覚えてたよ、ちゃんと。これ必須科目だから。今回は割り出しをやっていこうかなと思います。おう、はい、いいですね。そう、お、わかる。割り出し、木から、まあ、木なり土なりおから卵を取るんですよ。あ、正解、素晴らしい。いや、もう100点、卒業。あ、もう卒業なんですか。あ、素晴らしい。もう教わることは何もないから。それぐらい、一番最初に出てくる問題です。いや、もう立派でしかないから。甘いな、この。チョコレート高校。甘いな。まあ、じゃあとりあえず出していきましょうか。はい、今回の割り出すやつ、こちらです。はい。いや、済みすぎるでしょ。あ、僕か。オセロだったらいいけれど。いや、何それ。その二言目のツッコミ。ちょっと優しさが垣間見えるツッコミで、素晴らしい。いや、そんなに卒業。いや、簡単すぎるってどうかな。とりあえず、種類で言うと虹色です。あ、もう、クワカブの部屋といったら、まあ、虹色みたいなところもあるから。確かに。一応これ、色的には紫のオスと、まあ、ノーマルカラーのメスと、こっちはもう紫の、兄弟同士で掛け合わせてるやつみたいな。もう2種類をやっていきたいんですけど、もうね、これね、4月とか3月の後半の産卵セットなんで、もう幼虫もだいぶ大きくなってるかなっていう、いるやつは。で、ちょっと見えると思うんだよね。あ、後ろ、こんな感じで、ここ、ここ。あー、いますね。そう、まあ、いるのは確定なんだけど、まあ、数はね、多分そんなにいないんじゃないかなっていう。こっちもまあ、いそうっちゃいそうだけど、まあ、そんな見えないかな。こう、数取れるかは分かんないけど、ちょっとやっていこうかなと思いますんで。はい、1セット目からいきましょう。お願いします。ちょっと小林気になるね。永遠にパタパタしてるけど、ちょっとやっぱカブトムシの方が小林湧きやすいね。土の方が、菌糸瓶とかの方がまだ湧きにくいから。でも、ここ久しぶりに来ました。久しぶりか、はい、6月来てるっけ。いや、来てない。1回も来てないのか。はい。あ、そうだね、だいぶ前だね、あれね。最後何やったんだろうね。めっちゃ出てくるやつか。あー、あれか、ゴロゴロ出てきた。そう、コーカサスかなんか。あれすごかったね。そう、あんな感じの絵にはならないけど。さあ、何匹いるでしょう。まあ、ここで3匹いるのは確定してるからね。まあ、でも虹色も十分取れてるから、まあ、何匹必要とかはないんだけど、まあ、でもたくさんいた方が今後のためにもなるかなというか。おー、早速こぼれてる。いいですね。で、この中に入れてきます。はい、こちらの、これも100均とかに売ってるケース、小分けできるケース。もうこのサイズなんで、もう優しく手で僕はいきますね。はい、この後ろにも、はい、とりあえずもう側面に幼虫いたら安心できるからいいよね。なるほど、うん、その数は置いといて。でも意外と側面で見えなくて不安で、割り出してみたら中にもうわっさーっている時もあるから、それはそれでまあテンション上がるけども。おー、おー、すごい。じゃあ紫になるっていうことでもないんですか。そう、意外とね、うん、そうそうそう。だから本当、なんだろう、なんかどんどん固定化させていくみたいなのはあるんだけど、まあ例えば、でも紫同士だからといって絶対紫になるわけでもなくて、ちょっとそこのね、掛け合わせ方とか俺あんま詳しくないけど、紫と紫よりも、まあ、極端に言ったら紫と緑で掛けた方が次も紫っぽいのが生まれやすいとか、なんかそういうのがあるらしい。読めない。そう、だから全然紫同士でかけたのに緑が出てくることもあるらしい。
あでも楽な感じでやってたら楽しいですね。そうそうそうね、なんか多分そういう楽しみ方もあるから、なんかサイズを大きくしようっていうより虹色はね、なんか色、こういう色を出したいみたいな、で理想の色を出せたか出せてないかみたいな楽しみ方もあるっぽい。けどね、あの前具志堅と虫社行ったじゃん、はいはいはい、あのあそこの店長さんが67ミリかなの虹色を出して、結構でかくて、はいはい、虹色、俺虹色サイズとかそんな考えたことなかったけど、もうやっぱ 色の虫だから、うん、だからその店長が67出したっていうので、もう自分も思い返してみれば61が精一杯だなみたいな。だから6ミリ違うって結構な差というか、67ミリ多分ね、実際見たらめちゃくちゃ迫力あって、はいはい、そのかっこいいと思うんだよね。あ、まあ色が、うん、余計に、そう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 、だからそう考えたらサイズでかいサイズの虹色っていうのも出したらまた変わるんだろうなっていう。7センチいったらもうちょっと虹色の概念だいもっと変わるんじゃないかなっていう。それが主流に、もしかしたらサイズにも目つける人も増えると思う。7センチいったら日本の大クワみたいなぐらいのサイズっちゃサイズだから、はい、7センチって相当でかいから、ね、自然界じゃまず見られないようなサイズというか、だからちょっと見てみたいよね。あの店長さんなら、そうそうそう、あの人ちょっと本物すぎるわ。あの店長だったら全然70出しそうだよね。やってのけそう、ね、もうなんだろう、クワカブ界の山本昌みたいな感じ、本当にずっといる、レジェンド。そう、俺が小さい頃にも、ああ行きましたね、そう、ビークワの雑誌にもずっと載ってたし。若くないですかね。いや若いよね、何歳見た、30代後半ぐらいの感じかな、20代ぐらいには見えますけど、みたいな、ね、でもそれその計算だったら俺が小学校の時って、だってまあ20年前だとして、7歳の頃だとして、だったらもう20歳ぐらいか、もうだからしょっぱな即戦力みたいな感じだったのかな。クワカブ界に実際現れたみたいな感じだった、どうだったんだろうね。そこもあるから虹色ちょっとサイズも出せたらいいよねっていうぐらい、とりあえずまあ全頭元気にたくさん羽化させるのもが一旦僕は目標で、でもそんなこんな言ってたら取り折れまして、んえ、なんか言った具志堅、いや、何も言ってない、あ、言ってない、はい、親によく噛むと言われてますので、いや、噛んだって認めてるじゃないですか。7と、まあまあ数は少なかったけども取れてよかったです。はい、じゃあ一旦これ一回、この中に移し替えます。はい、せーの、はい、はい、綺麗になりましたんで次参りましょう。はい、次も虹色ですね、さっき言ったように同じやつ、うん、まあ、こっちもとりあえず7は欲しいよね。いきます。これ一回掘り返してんのかなってぐらい深さだけど、あ、そんなこともないわ。初ですね。あ、ね、一応一匹はこれね、さあ大きいな、もうだいぶ、おお、いいね、大きい、大きいね、はい、この感じやっぱ数はいなそうだな。そうですね、ちょっと乾燥しすぎちゃったかもね、もうちょっと湿度あった方がいいかもしれない。おお、ちょっとね、あっちの部屋で、あの803がメインで使ってる部屋で、はい、サンランセット組んでたんだけど、はい、あっちの方がちょっとあったかくて、最近26度ぐらいになってたから、はい、で、あっちの方が湿度ちょっと、なんていうの、少なめ、薄め、弱め、はいはい、だったから乾燥しやすい環境だったから、もしかしたらな、冬場とかはあっちの方がいい感じなんだけど、その産卵セットに置いて、もしかしたらこっちに夏場は移し替えた方が良かったかもしれない、この時期からは。ちょっとこっちやっぱ寒く感じるもんね、もうね、あー、エアコンの、うん、こっちが22から4度ぐらいなんだけど、この今一番低いここら辺は多分20、22ぐらい、こんな感じかな。なんか僕、一番下にいたような気がする。嘘、え、いやいないだろ、え、イリュージョンか。おお、今日二言目あるね。何なんですかそれ。そう言わないでください。え、ダブった具志堅カード、
合成した何それ、ガウってグシュタカードなんかカードゲームアプリでよくある、あ、そうなんだ、なんか合成して強くするみたいな。え、どこだろう、本当にだからひっくり返すとき言おうとしたんですけど、うん、うん、取ったのかな。まあでも見逃しもまあなくはないからね、そのどんだけ大きくなってても見逃すとき見逃しちゃうから、ちょっとこれだけ片付けようかな、一旦ちょっと具志堅目線でこう探してみてて。どう？いや、いないっす、わかんない、いや、もう撮ったのかもしれないっす、撮ったかもね、いないね、とりあえず。はい、じゃあ結果、6頭ですね。あ、まあまあ一匹足りないけど、まあ足りずでしたけど、まあ結果とりあえず2セットで13頭、はい、まあ、これだけいればまあ十分かなとは、はい、思います。で、オスもやっぱね、こう何回もメスと他のメスとも掛け合わせたりしてるオスだったりするから、そこの面も考えて、そのやっぱ精子が徐々にこうなくなってきてたのかもしれないね。ちょっと話しながら片付けろ、はい、まあでも十分、まあとりあえずゼロじゃなかったんでよかった。あとはやっぱこうどうしても産卵セット乾燥してくるから、なんか水分量安定するために霧吹きしてあげたりとか、もうちょっと産卵セット組むときに加湿してあげたりとか、加水してあげたり、あとは温度はやっぱ25度前後の方が土の状態は安定するかもしれない。あとはこう産卵着入れてあげたり、ね、産卵着に水分が含まれてるからっていうのはまあ改めて思ったかな。それでも別に取れるんで、やっぱり虹色は簡単な種類、飼育しやすい種類だなっていうのを改めて思いましたね、これは。で、まああとは、動画外で禁止瓶に移して、まあ、成虫までなってもらえるように、まあ、管理しようかなと。何色になってるのか気になりますね。やっぱね、青色っぽいのを目指していきたいから、どんどんこう紺色っぽい感じにしていきたいよね、あの紫から。なるほど。そう、紺色とか出たらもうその紺色出ましたって動画で多分5本ぐらい出すかもしれない。そんなに、あ、50分動画5本、多いな。あ、競馬場、え、競馬場ね、多い競馬場、久しぶりだね、ただいま。いや、なんだそれあ、言わなかったっけ、多い競馬場って。なんか言いましたけど、あ、でも具志堅的にはどうでした、これ久しぶりのこっちでの撮影も。虹色だから、うん、いいっすね。僕なんか本当に、うん、昨日風呂入ってる時に、うん、で前別の撮影した時に、うん、なんだっけな、なんかクワカブの名前を、うん、なんか頭の中によぎって、うん、めっちゃ好きじゃん、もういや好きだけじゃなくて嬉しいな。今日何の成虫生態、うん、見たっけなみたいな。あ、その中に、あ、でも最近虹色見てないな、おーおーおー、3日前、2日前ぐらい本当に思ってた。いや、すごいね。そう、だから今日1本目が虹色の幼虫だったって。お、楽しみですよ。ああ、すごいね、風呂場で虹色のこと考えるってすごいよいや、なんかね、初心者向けだなっていうのが一番最初に僕の中に入っちゃったんで、虹色という意味は初心者向け、うん、確かにね、色も綺麗だし、はい、そう、いろんな人受けするかもしれない、万人受けて始めやすいっていう。そう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 、具志堅ライブの舞台上でも虹色を例えで出したぐらいの。ああ、そうだ、レイさんにかな、はい、なんかスーツの色を、そう、虹色虹色みたいですね。あ、じゃあ虹色のことめっちゃ好きだからな。じゃあ好きなのかもしれない、ね、いや好きだね、これちょっと、だからまあまた、まあ、来年になるかな、来年の年頭あたりに多分虹色を浮かしてくると思うから、またそこをちょっと具志堅まあ取れたらいいですね、うん、が取ってくれたら最高の形になるから、はい、ちょっと僕もブリード頑張りますわ、お願いします。はい、まあそんな感じで、はい、はい、ぜひ、虹色買いやすいので、ぜひ、まあまだやったことない方は考えて、購入考えてみてください。はい、そんな感じで、今回の動画以上です。ご視聴ありがとうございました。質問コーナーです。内山さんです、お願いします。じゃあ早速よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。3つあります、はい、今回は。ありがとうございます。1つ目、はい、三森さんのファンの名称は何ですか。おー、すごいの来ましたね。僕のですか。はい、クワカブの部屋のという三森くんの、いや嬉しいですね、そう思ってくださる時点で嬉しいですけど、うん、名称何になるんですか。あばら
いやいや違う、それはもうその覗き穴のファンの名称だ。あ、そうか、アバラーね。違いますけど、それもそれ見も行くの。確かに、でも考えたことないですね、うん。あ、101号室は102号室でしょ。怖いでしょ、なんか名称。もっとなんかポップでいかないと。あるのか、うん。なんだろうな、クワカブの部屋っていうぐらいだから、うん、部屋でしょ。部屋で撮んの。クワカブの部屋だから、うん、クワカブのキッチン。違うな、名称ってもっとなんか多分短いんだよ、ね、だから物の風みたいなことじゃないの、みたいなことですもんね、うん。とか ライオンズで言うとレオタード。いや違います。知らない。どうなの。そういうのじゃないの。レオなんとかじゃないの。ないですから。あ、まあでもそのだオリックスの女の人のファンを織姫って呼んだりとか、カープ女子とか。いいね。あ、はいはいはい。そういう感じですよね。うん。なんだろうな。俺は嬉しいですね。ファンの名称。ミモラ。あ、でもまあそうなのか。世代が出ちゃいますけど。確かに。まあ僕の姉ちゃん世代なんですけど、ね。アブラとかシノラは、ね。あ、でもいいかも、ね。まあでもミモラになっちゃうのか。ミモラになっちゃうのか。そうだね、ミモリくんのだもんね、はい、チャンネルというよりは。そうですね。あ、でもミモラでいいじゃん。ミモラでお願いします、うん、ハッシュタグミモラで、はい、お願いします。それでいいでしょうか。はい、はい、なんで一緒にミモラ増やしていきましょう。はい、はい、2つ目、いつも動画楽しみに見ています。ありがとうございます。質問なんですが、はい、今自分大倉の幼虫などを育成してる途中なんですが、いいですね。産地不明3点、産地あり2点いるんですが、できるだけ同じ産地で掛け合わせた方が良いのでしょうか。うん、なるほど。はい。これ、若しくはってね、なんていうの、若しくは。まあ、わかんないです。まあ、いいんじゃないですか。もしくは。まあ、もしくは、ね。もしくはだ、絶対、多分、ごめん。もしくは、国産同士なら、他産種で掛け合わせてもいいのでしょうか。うん、最近始めたので、いろいろ無知ですが、回答できたらよろしくお願いします。なるほど。まあ、でも、僕の知識めちゃくちゃあるわけじゃないんで、うん、あれですけども、まあ、基本的にやっぱ同じ産地でかけるのがベターです。ああ、そうですよね、はい、クワガタ、カブトムシ、まあ、他の昆虫も、他の虫たちも、っていうのもやっぱその産地によって、うん、なんだろうな、まあ、専門家から見たとか、うん、で特徴が出てきたり、はいはいはい、例えば、まあ、極端に言ったら、A 県の場所は大きくなりやすいだったり、うん、B 県の場所はちっちゃいけども顎の発達がすごいとか、うん、例えばですけどね、みたいなのが出たりっていう特徴とかが分かれてたりもしなくはないんで、同じ種類で、はいはいはい、なんで、まあ、基本的にはその A っていう産地だったら A っていう産地同士で掛け合わせていくっていうのがベタなんですけど、どうしてもそれでももう A の産地のメスしかいない、はい、B の産地のオスしかいないんで、うん、でまあ普通にまあ言っても趣味なんで、うん、その A と B 掛け合わせたいっていう気持ちも分かるんですよ、うん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 、だからそうなったら A と B で掛け合わせた場合は、日本産、国産みたいな感じになります。あー、なるほど、そういうことか、はい、だから A の産地と B の産地だから、うん、まあ、とりあえず A の産地ってことにしとこうっていうのは良くないですね。だからそうなった場合は、例えばもう国産、うん、日本国産オオクワガタですとか、うん、あとはもしかしたら A の産地と B の産地で掛け合わせました、あ、なるほど、そういうふうに記入するのがベタです、うんうんうん、だからもう間違っても逸話、まあ間違いはあったりするかもしれないんで、うん、そうなった時は例えばもし仮に譲ったり販売したりしてた場合は、はい、気づいた時に、まあ、すぐ連絡してしたりとか、うん、するのがいいかなと。間違って産地、間違ってました産地とか、うんうんうん、言ったり、まあ、できるだけそういうので勘違いして産地をっていうのでおかしなことならないためにも、はい、っていうのは大事なのであれですけど、だからまあ別の産地とも掛け合わせていいけど、うん、まあ、表記として、ざっくりにしないといけないっていう感じですね。ですね、はい、だから、まあ、東京都の大桑形として、うん、まあ、あ、まあ A でいいのか、うん、A 県の大桑形っていうので管理してたやつだけども、A 県、あ、まあ、A 県 A 市みたいに管理してたやつだけど、まあ、A 県、B 市と掛け合わせたりしたら、うんうんうん、もう A 県さんの大桑形。あ、なるほど。極端に言ったら、ね、でも A 県と B 県だったらもう国産みたいな感じで管理するっていうのが、ベタです。あ、はい、なるほどですね、はいはい、産地不明はもう、うん、だからまあそういうことですね、多分産地がもう分かんないっていうのは、うん、多分国産同士で掛け合わせたりしてるんじゃないかなと思います、いろんな産地ので、産地ありはできるだけ同じ産地で掛けてくれたら嬉しいのかな、はい、人によるんで、もうこれはもうその人の好みなんで、うんうん、そんな感じですね、はい、はい、なんで一緒にブリードを頑張りましょう、はい、はい、そして最後です、はい、三森さん、はい、クワカブで
これは飼育したくないなっていうのいますか。おー、飼育考えたことないですね。確かに質問ではね、なんかしたいのとか聞かれること多いですけど、飼育したくないはいないですね。あー、そうなの。飼育したくないはいないけど、苦手だなっていうのは細赤。あー、難しいからとか、ね、合わないとか、そういうことで。まあ他で言ったら飼育したくないはないですね。飼育したくないはないけど、飼育する機会が今んとこないなっていうのは何種類かいますけど、丸バネとか、うん、はい、それこそツヤクワとか、うん、ミツノ系もかな、カブトムシ、あとかも飼育する機会ないなっていうぐらいですね。うん、そう、飼育してみたいなまで行ってない種類とかありますけど、はいはいはい、飼育したくないっていうのはいないですね。ですね、うん、だから分かんない、もしか下手したらゴキブリカブトとかっていうのがいるんだったら飼育したくないなって思うかもしれないけど、だからいないですね。はい、そう、だからできればね出したいんですけどね、クワカブで飼育したくないなっていうのは出したい。いや、そうだ、嫌でしょ。まあいないです、うん、すみませんけど、はい、なんで、一緒にブリード頑張ります。ああ、そういうことか。はい、いや、すごいね、すごいね、なんか質問も深い質問というか、深いっていうか、そうだな、ちょっと答えづらいのもありましたよね、はい、難しい質問というか、うん、考えたことないなっていう質問もありましたね。はい、でもこうやってなんか考えたこともないような質問も飛んできて、うん、やっぱ非常に楽しい有意義な時間でした。はい、質問とかコメントいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。よかったらぜひまあ概要欄とか覗いてもらって、うん、いろいろ見てほしい内容とかもあったりするので、そちらの方も、気にかけてみてください。はい、で過去の動画とかも結構あるんで、本当に暇な時にでも、そちらの方を飛んでみてゆっくり見てくれたら嬉しいです。はい、はい、そんな感じで、今回の動画も長々とご視聴いただきありがとうございました。